韓国貿易協会は8月28日から29日にかけて日韓貿易商談会を韓国ソウル市コエックス展示場で開催しました。商談会には日本の食品、化粧品、雑貨関連などの流通業者25社が参加、韓国メーカーとのマッチングが行われました。商談会は日韓貿易の振興を目的に開催されたもので、東京大久保で韓国食品のスーパーマーケットなどを経営するハッピー食品の協力で行われました。日本からの参加企業は伊藤忠食品、三井食品、東韓、京急ストア、京北スーパーなどで珍しい韓国商品や売れ筋商品を吟味していました。韓国貿易協会アジア地区担当室長パク・キヒョンさんにお聞きしました。この頃は円安で貿易量が今減ってます。まあ、3年続いて減ってますけど、大きな理由は円安ですね。はい、それで、まあ、両国の関係が悪くなっていることも、まあ、一部の要因とされてますけど、まあ、今回の商談会は反転でしょうか、変える、その目的で、まあ、この商談会を開催しました。商談会は韓国貿易協会が厳選したメーカーに限られ、80社近くが参加しました。参加企業にお聞きしました。成果はありましたか？저희는국내대형내수쪽은대형마트에서지금두개업체상담했는데요그래도상당히좋은호응을얻고그렇게가고있습니다日韓の食品貿易は他国に比べ金額は少なく、年間600億円前後の取引額と言われており、ここ数年は政治問題も絡み減少しています。韓国からの主な輸入食品はキムチ、マッコリ、海苔、ラーメンなどに限られていて、品種、数量もごくわずかです。こうしたことから韓国食品の輸入促進に力を入れていますが、なかなか伸びないのが実態です。京急ストア中尾達也バイヤーにお聞きしました。今日商談会でですね、一応ご紹介いただいて、今回日本にもまだ出てないというところで、まあ、ナンバーワンメーカーのゴーヤンっていう会社様の、冷麺、こちらの方が、今回興味ありまして、まあ、日本でも、私たちの会社でも売れるんじゃないかなと思いまして、まあ、目にはつけております。はい、日本伊藤忠食品北京主席代表林裕二さんにお聞きしました。今回の商談は同じ中国のね、私は来てるんですが、中国の流通されている韓国の中でももっとさらにですね、まあ、今もあったんですけど、こういうオーガニックとか一つやっぱりランクの上の、やっぱり韓国の中でも貴重なものというものをですね、やはり私は探して、まあ、いきなり最初からですね、こういうふうに、まあ、中国の韓国の中でも珍しくね、やっぱりオーガニックの海苔が出てくるとか、まあ、そういうのが最初から来たので、ちょっと私的には今回の商談を期待してます。まあ、探してたものが、非常にいい商品をご提案いただけましたので、まあ、今後、まあ、どういうやり取りになるかはわからないんですけども、まあ、価格の面だったりですね、まあ、ロットの面で、まあ、具体的な話を進めさせていただこうとは思ってます。はい、日本の工場よりもすごいしっかりされてるなっていう印象を受けましたので、もう品質面に関しては特に心配は全くしてないです。はい、商談会別室では韓国企業を対象に日韓貿易セミナーが開催され、韓国食品の安全安心対策、日本の流通、小売業の実態などについて、フードボイス代表取締役新田真一社長、ハッピー食品小林洋一専務の講演が行われました。日韓貿易でビジネスチャンスを膨らませたいと考える韓国企業の参加者は熱心に講演を聞き、新田社長と小林専務に多くの質問をしていました。ちなみにコエックスは韓国最大のビジネス拠点で、展示会場をはじめショッピングモール、レストランなどを含む複合施設となっています。周辺は
韓国貿易協会の建物で囲まれており、次世代を取り込んだグローバルな貿易に向けての一大拠点です。韓国貿易協会は企業7万社を会員に持つ韓国最大の民間ビジネス団体です。商談会の前日、韓国貿易協会の計らいにより懇親会が開催されました。懇親会では韓国の料理やお酒を肴に、初対面の参加者同士が名刺交換を行うなど交流を深めました。